経山上近小中二年八月十五日は、日本の鎌倉時代の総統宗の僧侶。経山派の派祖で、教団では、第四祖とする。一般には経山禅寺と呼ばれ、教団内では、日本総統宗会祖で祖の道元を高祖書を養大し、経山を大卒ネズミ大師とする。越前種の豪族粒子の長男として生まれる。陽名は行政。母親の熱心な、 小山観音信仰の影響を受け、幼少時から信仰心に目覚める。道元の県民寺時代からの熱心な信者で、母方の祖母である、明智奪いの影響で、8歳で、永平寺に入り、通る通り、吉助の下で、寂味となる。1280年、13歳の時、死の勧めで、永平寺に成功に永城について、その最後の弟子として、出家得度。 福井県越前市にある総当州大祖経山上金誕生記念日舞とし、亡くなった8月15日に道元と共に両祖期として法要が行われている。50年に一度ずつ延期が総持寺で開催される。道元は祈祷や祭礼を否定はしなかったものの、その対象は永平寺の僧たちの安全祈願及び人員周辺の天候回復などの祈願が主であり、 晩年の1249年に、永平寺十両と七下で、まさに諸法へのご地蔵さ禁止を提出すべしと、命じたように、他の寺院が行っている寺院以外での火事祈祷は禁じていた。これに対し、永平寺三世となった通り通り吉助は元に、留学して密教の祈祷を学び、仏伝を建て来仏を取り入れるなど、積極的な改革を行った。こうした改革は、 若縁等の道元の威風を慕う一派との対立を、生み、三大総論と呼ばれる内紛に発展した。経山は、思想、義助の意思を受け継ぎ、道元以来の出家修行に加えて、密教的な家事、祈祷、祭礼などを取り入れ、長光寺を伝道の拠点として、下級武士や商人に善を伝え、神徒を拡大した。これには経山が依拠した寺院が、 白山系の天台寺院であったことや、研修前的傾向の強い宝刀派の僧らと、経山との密接な関係が影響したと考えられる。門下には世にアキラと呼ばれる名宝僧、アキラ、無害、地光、ガザン小広し、ツボイタリカンをはじめとする、春英逸材が多数搬出し、相当修行流の基礎を固めた。また、晩年の道元は、 女性の出家修行に否定的であったが、経山は積極的に門下の女性を住職に登用し、女人浄土を推し進めた。2015年現在、日本伝統宗派最多の人員数を持つ総統宗の流星は、経山とその門下によるものであり、全人員の8割は、元は、総持ち時系と言われる。このため、第四世でありながら、釈迦、 道元と共に一仏領祖として尊崇されている。1772年11月29日、五ももの天皇1909年明治天皇、青年には、文英元年施設もある。記事には、福井県堺市丸岡町説もある方山にはそれを、記念して、経山前寺御誕生地検証費、経山前寺父母公用費、御誕生寺が混流されている創作とする説が、多い。 大村哲夫、ふっつに代わって祈りを聞く神々、ありがとうございます。